冷水国際博覧会エネルギーパーク内にある実験コースを走るオンライン電気自動車路線バスで運行されているオレブオンライン電気自動車は地下に埋設した電力線から電磁誘導により電力を供給して走行できる電気自動車である架線がない点が従来のトロリーバスと大きく異なる部分的に電力線を埋設する場合は走行中に バッテリーに充電することにより、電力線のない区間をバッテリーで走行する。簡単なく電力線を埋設する場合には、走行にバッテリーを必要としない。停車中のみのコイルと走行時も使えるレール上給電線との使い分けが必要。韓国のオンライン電気バスの場合、バッテリー容量が二次電池式自動車の2割程度に抑えられ、運用コストは1、3程度に抑えられる。 充電装置を埋め込むのは、バス停留所や駐車スペース、交差点など、路線全体の20%。軌道走行中に充電し、軌道外を電池式 EV として走行する自動車は、二モード電気自動車と呼ばれており、ドイツでは高速道路にリニアモーターを組み込み、自動車走行中に非接触給電により二次電池へ充電する構想がある。これらの設備がない市中では、 通常の EV として走行する。完全に給電場所と走行モードを分ける考え方である。韓国科学技術院が開発し、2010年にソウル大公園内の循環バスで世界で初めて実用化された。ケイストのオンライン電気自動車はタイム誌2010世界最高の発明品50選に選ばれることにより、韓国初のノーベル賞候補であるとも言われている。 2014年1月19日には、イギリスのミルトン・キーンズでも、アラップとーフリートインテグレーテッドサービスによって、無線充電可能な電気バスの実証実験が開始された。このプロジェクトには、アリーバやライトバスも参画している。二次電池式電気自動車との比較二次電池式電気自動車との比較。ありがとうございます。